スマブラとくればみたいな話も今日思い出してさ。あら、懐かし話系。うん、スマブラといえばスマブラ部屋が来るかなと思ってるんだよね。スマブラ部屋、何言ってんのその前に、はい、面白かったよ、中岡K 大久保のまったりトーク、おしゃべりトーク、取り留めのない話を、なんか3時間ぐらいやってたね。うん、面白かったわ。どのあたりが？ね、中岡の、うん、サバゲー話以外全部よかったよ。こんな感じで隔週ぐらいで。お兄ちゃん洞窟、あー本当にやってんだとしたら気持ち悪いな大久保さんの話でしょ。そう、布団の、自分の布団のこの膨らみ部分を、うん、で自分だけ抜けた空洞、うん、お兄ちゃん洞窟っていうんだよ。そこにぬいぐるみ呼んでんの。そう、キモ大久保さんコメントその時見ながら言ってたの。コメントドン引きしてたよ、うん、僕ともう引くに引けなくなったんじゃないか。マジか。あ、まあ引くに引けなくなったか。うん、中途半端にやっちゃったし変な性癖あるな、あの人もね。うん、だ次回以降も似たような性癖を引き出していきたいなと、うん、いや出さないよ。だガチでガチなやつやるでしょやる、引くぜ。コメント、ぬいぐるみを100何十体、150体以上、150体、うん、大小合わせてな本当に部屋の中、そのせいでやっぱ普通じゃないよな、集めすぎだな。そんなさ、しかも一種類のさ、うん、ぬいぐるみをさ、うん、かぶってるってことかね。見たんでしょ、ま、部屋行ったんでしょ。いや全部並んでるところは見てないんだよ。メインの大きいやつは見てるんだけど、うん、微妙にこの帽子が違うとか。じゃあ何、出るたびにプライズとかで取ったり買ってきたりとか、一番くじとか出たら、うん、ラストワン賞まで引きまくってるってこと。そうしないと、もしかしたらそうなんじゃないか。得られないよね多分ね、うん、結構一番くじだと、うん、あの中古ショップとか行くと出てたりするから、そこで買った方が意外に安いとかもあるから。ああ、だからメルカリとかそういうのを、うん、活用して集めてんだ、うん、だと思います。何がそこまで、まあ好きなんだろうな、そのキャラが。好きなんだね。ハマり症なんだよね結構ね、大久保さんって。筋トレとかも絶対そうじゃない、うん、一回ハマったらさとことんやり尽くす、うん、熱中症っていうかさ、うん、ハマるよね一個に。そりゃ150個も集めるわ。熱しやすく冷めにくいタイプだ。だ布団の寝てる横に必ずお気に入りの大きいのが2体か3体はいて、うんうん、まあ、その都度朝起きた時とか寝る前とかに話しかけるって言ってたから。大久保さんのキャラだけどんどん濃くなってくるわ。でも、うん、はっきり言うと、うん、ラジオとか放送ではそれが正解だから、君らがどんどん没個性になっていく懸念もあるよ。中岡なんかいるんだかいないんだか分かんなくなってきちゃったよ空気感あるからな。食い合いだからさ、やっぱそう、うん、放送ってのはさ、はい、顔が見えない分個性とかキャラの濃さみたいなのが重要、うんうん、やっぱね、なんか中岡いるのかみたいな。今のところ大久保さんがね一番目立ってるよね、はい、そう、気持ち悪いとかいっぱい出してるからな、うん、中岡なんか別にその辺のサイトで拾えるサバゲーの知識しか言ってないなっていう。あ、じゃあもっと濃くしていくか、サバゲーのサバなんかちょくちょく貯金で貯めてたお金で、うん、サバゲーのグッズ買ったなって。そう買うの、新しい銃買って。あ、そうなんだ、うん、新品で全部自分の自前で用意したいんだ。まあそれもあるかな、うん、いずれは。ちょくちょく貯金してたんだ、お小遣い。そうよ、毎月5,000円とか。 2万円でしょ小遣い。昔一人暮らしの時は、うん、まだ結婚してない時は給料から5,000円ずつ毎月。え、一人暮らしでさ、うん、会社の社宅だっけ。いや、まあ社宅扱いだけど普通のアパートで、なんか福利厚生で家賃の3割ぐらい免除すられるんだっけ、うん、3万ぐらい出てた会社から。あ、なるほど、じゃあ半分ぐらいか、うん、そうな。それは結構たまるんじゃない、君の独身時代というか、ね、まあ独身時代はたまってたけど、まあ母親の面倒も見てたから、あ、そんなにガツガツはたまらなかったけど、その細かい小遣いを貯めつつ、うん、で結婚した後は毎月2万の小遣いを貯金しつつで、うん、え、結婚してからさ、うん、あ、でもまあお母さんのに仕送りみたいなもんだな、言ったら覗いても、うん、まあまあ貯金はあったでしょ、それなりには。あったあった。車買ったりしてたもんね。で車買ってすっからかんよ。あ、すっからかんそうそう、か、うん、
もうほんと月2万でやりくりするしかないんだ。そうなんですね。じゃあお財布は奥さんが全部管理してる。握ってる。あ、ほんと。もうどうぞどうぞ。あ、じゃあ駐車場の支払いとかも全部奥さんが管理してるの。駐車場の、うん、あの駐車場の月決めでしょ、うん、君のところ。いや、家の毎月入ってくるじゃん、うん、それも。あ、その辺は母親がちゃんと。あ、じゃあ君が握れてる財布は一個もないわけだ。まあこれ毎月の2万円でエアガンを買う時のこの手入りぐらいが。毎月2万円って何本買えんだろ。基本何も使わないからさ俺。そっか、だからあの会社に出た時に、うん、僕のなんか買ってるやつだけ食って節約してるわけか。そうそうそう、そういうことよ。 お昼飯食ってるとこの2万あっちまいなくなっちゃうんだよ。今昼飯一番安くていくらなの。10円ぐらい。最安8円。あ、じゃあ僕のご飯と、とあと味噌汁8円の味噌汁と、うん、あとカップに醤油と天かす、うん、K さんの買ってきてる天かす借りて天かす入れてでお湯で割るっていうスープ。いやそこまでしてエアガン買いたいか。玉代とかがね結構かかるんでね。コメントで今あった、君あれでしょ、うん、1日4食食ってるでしょ放送の日。そうだな、これやっぱそうだろ、うん、だ朝食うよね。朝食う、除雪、はい、朝の早朝除雪の後食ってるよね、うん、食う。でそれ食べて昼食べてオフィスで食って、うん、で放送ある日は一回3時とかに帰るじゃん、家。帰る、はい、自分の家に、ね、うん、でそんで食べてから寝るよね一回。いや起きてから寝る。あ、起きてから食べる。だ放送前しばらく前ぐらいに食べる。あ、食べて、うん、で放送終わって夜12時とかに帰るじゃん、うん、でもう一回食べて寝る。おにぎりとねサラミを食べちゃうんだよ。お腹がすっから1日よ。だからこんな数えたらあれ4回食ってるなこいつと思ってた、うん、まさかなと思いながらも。放送後お腹すいて寝れないんだよ、テンションも上がってるし。え、なんかそれ免罪符にしてない。別に僕食わないで寝てるけど。お腹すくか。お腹すくかなり。まあ消耗するからか。だいぶ声とか笑いとか出すからもう体力使うから。前言ってた晩酌はどのタイミングなの。どの飯の時。何もない時の夜飯とか。何もない日は1日3食か。そう。あ、ね、あ、でも晩酌したら4食になるのかな。飯食った後に夜飯や。そう、酒飲みながら映画とか見ながらサラミとかチーズ食ってるから。やっぱ4食じゃん。どっかいらないだろ、4食は食いすぎだろ、うん、世界中で1日4回主食食う人種っているのかな。中岡を置いていないんじゃない。ボディビルダーとか食べてるっていうか、そのプロテインとかを運動後に飲んだりするだろうね、うん、そう、それ飯じゃないよね。でもなんか鶏のささみとかで作った料理をなんか1日5回食べるとかはあるらしいよ、うん、ボディビルダーさんは。さ、コメント言うとおり小分けで食べてる人はいるかもしれないけど、うん、健康法であるじゃん、はい、腹5分目ぐらいののを1日3、4回とか5回とか食べる人はいるかもしれないけど、うん、こいつ全部主食で食ってんだよ、うん、腹10分目だからなんね。そうそうそう、満腹満腹を4回よ1日に。それ違うよねって話。パンパンにしないと寝れないんだよ、なかなか。君らの小分けは健康術で、こいつの小分けは満腹術だから、うん、満腹中枢を小分けに4回満たしてるだけなんで、君らとは違う。さ、あの、うん、タンクがね4つあるんだよ俺。